風習の話を聞きたかったのね。あ、誰だろう。そう。実は本当に直撃的な人だよ。そう。だからでさ、それ、風習の話、青森の、あれ何歳の時なの、じいちゃんが。12歳。12歳。小学校6年生。の時に空襲が来たんだ。本来は通う学校がね、野明国民学校、住み小学校、うん、あそこにあったんだけれども、戦争が激しくなったから医学生を増やすことになって、医学専門学校になったらガラというんで、我々小学生はタバコ町、波打ち、橋本ってこう3つの学校に分かれたんですよ。あそこで別れたんだ、うん、そもそもなんで青森なが空襲で抜けたの。やっぱり連絡船の関係だべが、それが第一。ずっと北海道の函館の方、お給料を立てば夜物資が来なくなるんですよ。あ、そういうことか。うん、まああっちも行かない、その遮断するために青森の連絡船がね、最初の日だ、今14日の日だ、上空をこう通過していく飛行機があったので、それでみんな避難して、穴掘るなんていうのは仕事してられないわけですよ、百姓だからね、だから防空壕ではないのさ、喉張ってまず避難してるような塩梅。喉張ってって分かんないで、防いでってことだよね、でも防いだったって、バーンって爆弾を釣れば、死なねやねんと塩梅だ。何が落ちてくるの？焼夷弾落ちてくるの？焼夷弾はさ、後弾のさ、ものすごいあの地中走射つの、いわゆる空母から飛び立った飛行機を艦載機というわけですよね、いわゆるグラマン、グラマンいい風なものかってちょっと忘れた、それがね、最初はずっと高いところ飛んでるから、おお高いところ飛んでるなって、あとね、もうスレスレ来たのが、こんな地中走射でしょ、ずさまと二人でこの伸ばたってボン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 ってこう上げられるの、床が揺れるの、この上の玉、もう少し投げ方が指ぐらいの玉、コンクリートだったのがみんなこうひねこうぐにゃーっと見えた出てさ、お金空襲終わってから半田木さ寸止め行ったら、その薬莢がザーッと落ちてるのさ、ってことはそれを払って真鍮みたいなもんでしょ、あの薬莢中の、で落ちるわけさ、今度はそれ売ればいいなと思ってやる、だってずさまね買ってしゃべる、他の持てば憲兵隊が目うるせえんだよと、だからすんぐ飛んどけろって、あ、拾いましたって思ってて、軍に対する意識っていうのはうるさかったな。じゃあ実際にその空襲が来た時はどうだったの、爆弾が落ちてきたの。爆弾のやつはない。ないんだ。ほとんど時重装車だけなんだ。で、アンゴル空襲で焼いたのは焼夷弾でしょ。あ、焼夷弾が落ちてきたのか。焼夷弾っていうのは直径、山さがさ、もうそれ太陽がましたね。で、一番下さ、必ず厚い鉄の重りついてるの。ああ、落ちてくる。先からこう落ちるようになってる。そしてバンド買ってるのさ、何箇所がちょっと衝撃がなげっていうのさ、それが途中でバーンってこう外れるんでしょ、で、それがこう落ちてくる。ところがその落ちてくるうちに、そんな筒がさ、このぐらいの筒、これがこう長い、これさ、油ついてるのが、で、発火するわけでしょ、ファラ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 って、その布だからね、で、それさ、油ついてるわけでしょ、で、燃えて落ちてくるわけです。それからね、それが油脂、油脂の脂肪として、それから今度は黄リン、黄色いリン、これさ、すげえばどこだってこうつってもとっても取れないの。へえ、必ずのこれとやっても取れで、光ってるね、いつまでも。それによるやけどっちゅうのは分かんねえんだよな。その他にプロペラついてるのあったんですよ。子供たちもそのプロペラちっちゃいんですよ、そうやってバーンっていくのさ。ああ、なんだ、だから指で失ったら目
寸取りだね。だから直したらね、こうひぐい位置でやると、うん、そこの首、うん、すっかり落ちないとしても出血帯でなくなるから、だからもうプロペラのものは絶対手かけるなって言われたの。それが落ちてるんだ普通に、うん、その辺さ、どこに落ちてるか分かんねえのさ。じゃあ焼夷弾がいっぱい来た時は逃げたのどっかさ。うん、逃げた。まあ屋根はしょうがないから土を持って、うん、油がその焼夷弾みんな破って入ってやったんだって、で翌日ほら我々はもう全くそこに関係なく避難して続いたけれども筒井もダメで、大野っちゅう、あの湾野っちゅうとこ行く、今のさ空港線行く途中に新幹線がこう上走ってるとこ、あの左側が、うん、走ってっていうのも体力的にさ、みんな落としちゃって、うん、我が家は焼けてしまって、もう焼けるの見えちゃった。でももう手のつきようもないしさ、うん、家畜が2頭、焼け死んだの、馬、牛、あの頃まだほら、馬車でやったからね、配達なんかに行くのは馬車使ってたからね。いやいや、はずの巣をすぐようにして会場からこう来るの。でもさ、うん、そこ、夜山があるんだはねんか、救助所に住めば、ぶつかってもらえるんでしょ。そのエンジンの運がすごいのさ。で、今度、市の方では、疎開しても、すぐ帰ってこないって言うと、米の配達、あの配給を停止するとこなったの。だからで、みんな疎開してるとわざわざ青森市内さん帰って来らざるになるな。あれがね、死者を多くした原因だっていうんだね。なんでなんで、うん、だから、めちゃったあれはスパイの政策でなかったのかっていう話も出てたの、当時はね。でもほとんど、まあ、食料を止められるっていうことがさ、大変なことがあるでしょ。だからみんな出てきた。俺は百姓でも出てきたんだから、私がじゃ教室で米出して、うん、私がでも実際おがゆ食べたのさ、うん、あの大根の葉っぱ入れたりして、うん、びっくりしたのがさ、青森で空襲受けた人でおがゆなんて食べたことないっていう人が出てきてびっくりしたの、うん、どういう風になってると思うんだがさ、例えば極端な話だよ、教育に携わられた人とか、うん、剣道仕事をしておった人とかっていうのはね、特別待遇を受けてる、うん、役所からはもちろんそんなべきにもさ、うん、民間の中にでもさ、うん、あこの家は弁護士さんなんかみんな隣近所の人さ、犬の畑から取りたいなってこう持っていくのが、うん、習わしやったね、ネガナの。そんな人たちはおかゆなんか食べたことないってこと、うん、青森九州受けた中でさ、うん、おかゆ食べたことないっていう人も私話し、あ、そういうことか、うん、その時に食べたことがないってことね、うん、そう、うん、それで食べるのはほんの少ししか残んねえのさ、そういう時でもいいもの食ってらったんだ、うん、そしたら、そしてね、26の日が証明だもんね、照明団子してきたの、あれ、なんだべって言ってきゃ、パーンあ、これが言って、誰が分かるもんだなって、こんなにうずさげるんだっていう話ですよ。で、2日やられてな、で、それと同時にそのビラを巻いたの、で、青森を空襲すると、あなた方には罪がないとかってこう書いてあったりと、でも俺は読む前に母父様に、あの人間が嘘つきもあるんだ、みんな顕微鏡で持ってきて、その時でやったんだけどな、それでビラ巻いて行かれたんで、話すねえかべって喋ってるんだけども、そういうことで喋りが、軍からやられるから、これでやったのみんなな。で、いわゆる本当の青森空襲、焼夷弾攻撃の空襲が27日の晩、まあ27日が集団攻撃で、あの下にドンブンが入ってったんだよ、逃げるために過ごされた、どこの川、あの堤川だべ、何の堤川がね、こういう蛇行さ、
そこの長さいで一晩中いで書かれてた、うん、なぜほとんど一晩だな、夜10時過ぎであったと思うんだ。でも空襲の時も疲れてまってみんな眠っちゃって、うーん、で僕もさ、ズバル人たちがいつものメンバーのいざ起こすんくさい、あんだのが、うん、で俺は起こさえで出て行ったな。だから僕は泡来てるとこで枕元の食料、だから何かしらのものを持って出てる、出なきゃなんないわけ、枕元置いたまま、でも追いかけないからところがみんな焼き沼ったけれども、うん、まあ、するものはある程度来たもんさ、うん、というのはね、8月でしょ、蚊がバンバン出るわけでしょ、まずこう蚊で参るのさ、だとこで暑いけれども物来て蚊を防ぐと、ということで割とそのオウンバ、マント、類を来てやった、うんうん、そして避難したのさ。へお前たちこれは少し寝ろ、こう爆撃されてるんだよってたとこでちょっとこう頭こ出しなきゃすごいのさ、バラバラと落ちてるの、釣りんだな、逆に言えば釣りんだなっていうぐらいの注意だがさ、途中でこう落ちてきたやつが途中でこうバーって広がる、それがある程度の強さを落ちてくると火つがるでしょ、うん、でそれがヒラ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 ってだからあの何だっけ、シャル玉、うん、バンってやったら、うん、パラパラって落ちる、ああいう状態だったもん。へえ、で下から見てればわあ釣れたの、自分の命に関わることなんだけどもさ、一瞬そういう夏にあんまりにも釣れんでさ、わあっていう気持ちがあったね。へえ、ところが今度それ落ちてくるようになったらもうバラバラでしょ、落ちてくるのもう当たり前大変だと、うん、で僕もさ、まず逃げたけれどもこれは僕も突き破ろうと、いや、出ろと、今日外さ出ろ、逃げろっていうことやったの。で僕もさ、入っちゃった、全部出て川さ、もう中で入っちゃった、すごい切ったね、川の荷持ってる、腐ってるわけですよね。僕が出てた途端ね、まあ、直流からった、直流から来たのに、もっとビトッとつったわけでしょ、うん、取ったたてもう何分でも燃えるわけですよ、油だから。だからこんなキテラの布が厚いで畑で転がしてさ、その畑で転がしてさ、脱いだたって燃えるわけでしょ、うん、かける水ないんだもん、水だってどこにある、うん、どうなのよ、そのところがさ、入りしって川さ入ったんだけどね、よくやりとしなかったなって。へぇー、なお早くもいろんな名前が出てた。いや、知ってるものは乾燥してるなんでさ、一旦ついてもいろいろさせないのよ。